反り返った峰と鋭く尖った刃先が目を引く博多包丁。野菜、肉、魚料理と何にでも使えることから博多の一本包丁と呼ばれて、ご両さんをはじめ地元の主婦に愛されてきた。すべての工程が手作業なので、1日あたりにすると3本ほどしか作れない。仕上がりのサイズも一本一本微妙に違う。だが武骨な姿には何とも言えないぬくもりがある。ステンレス包丁に押されて姿を消しかけたが、日本の伝統や手作りの良さが見直されてか、最近は人気も高く待ってもらうこともあるという。これはよくできたちょっとありますかって聞かれるけど、それはないですね、はい、作るたびにここをこうすればよかったと反省する大場さん。より良いもの、使う人に喜ばれるものを作りたい。大場さんを支えてきたのはごく真っ当な、しかし今の世の中では稀なものになってしまった職人気質である。クワとかカマとか、はい、ああいうものを作っとったんですよね、はい、でも田んぼとかね、畑がなくなって、今度は建築ブームになったんですよね、はい、今はほとんどもこの包丁と大相撲の土俵具は、そういうふうなね、あの時代とともに仕事の内容も変わってくると思いますよね。作ってほしいと言われるものを文字通り数えきれないほど作ってきたと、大場さんは自分の鍛冶屋人生を振り返る。また若くして弟子入りした宮崎さんに伝えたいことは、まあ今うちがしているようなことじゃダメだよって、鍛冶屋のあれを応用してなんか別のものを作りなさいということですよね。あの博多織でもそうでしょうが、着物を着る人が少なくなってきたから、バッグ作ったりね、財布とか小物とかネクタイとかいろんなものをね作るやろ、ああいう風にして伝統を守っていくというような形でいかんとね。そこには伝統を守りながらも固執することなく時代の風を取り入れて押し寄せる波に立ち向かってきた匠のしなやかな強さがある。よくほらお客さんがね、よかったら選んでくださいって言いにしゃるけど、作っとってもね、どれがいいか悪いかわからんとです。ほいけ使ってもらって、で長く使って、あこの包丁良かったなっていうのが一番いいんですよね。作った本人もわからないんです。やっぱり作ってから工程行かれて、包丁が良かって言われるのが一番、自分たちは作るものとしては一番嬉しいですね、はい。鉄を鍛え続けてきた人の手は黒くたくましく美しい。